はい、皆さんおはようございます。ショートトラックの渡辺啓太です。今日は、合宿の一日を撮影していきたいと思います。現在は見えるかな、6時16分、6時半から朝ごはん食べてアップして8時15分から練習です。ここからはアフレコでやっていきたいと思います。まず朝起きたらパルスオキシメーターで脈拍と血中酸素濃度を測っています。この時はもう朝だからぼーっとしていて、まあたまにこのまま少し寝てしまう時もあります。起床時の脈拍を記録していて、それも体調管理に役立てています。次に体温計で体温も測っています。この日の温度は 36.4 度、まあいつも通りの体温ですね。起床したら次にうがいと口をゆすぎます。だいたいこれをすると口の中がすっきりして目覚めがいいんですよね。皆さんはどんな感じでしていますか？それから次に顔も洗います。まあ、こういうふうに少しずつ目を覚ましていく感じですね。まあ、ペンパなんで髪はもうすごいことになってます。そして毎朝体重を測っています。これはタニタの体重計です。延山の部屋から見る景色はこんな感じ。レタス畑が広がっています。朝は基本的に換気のために窓を開けます。そして毎朝ウィンゾーのタブレットを飲んでいます。これは脂肪をエネルギーに変えるようなヒドロキシクエン酸っていうものが入っていたりするサプリメントです。毎朝6粒飲んでいます。そしてネイチャーメイドの鉄のタブレット。基本的に鉄が不足することが多いので、こういう風に毎朝飲んでいます。合宿の終盤ということもあって、結構朝からぼーっとしています。だいたいこの朝のルーティンを終わらしたら朝食へ向かいます。これがザ・合宿っていう感じの朝食ですね。で、朝食を食べ終わったら次は歯磨き。まあ、だいたいこんな感じで歯磨いてますね。お昼は自炊しているので、ここでお米の準備です。これは徳丸農園さんからいただいているお米で、めちゃくちゃ美味しいです。そして今度はトレーニング後のサプリメントの準備。これもウィンゾーンさんのプロテインです。まあ、だいたいスプーン2杯入れて準備しています。
この準備が終わると早速トレーニングに向かいます。野辺山の合宿地は最高で徒歩1分ぐらいで練習場に着いてしまいます。ウォーミングアップはここのトレーニングジムで僕は行っていることが多いです。ワットバー行くがあったり、まあ、ウェイトもするスペースがあってとても気に入っています。マットバイクの準備をして、まあ僕はだいたい基本的には10分から15分ぐらいマットバイクをこいで体を温めています。ウォーミングアップの時は、だいたい前日の練習だったり、怪人の素振りだったりを見て、イメージを作っています。この日はウォーミングアップしながら、レッドブルを注入していますね。エナジードリンク系は全く飲まないっていうことはなくて、ちょくちょく飲んだりっていうことはしています。体が温まったらその次はダイナミックストレッチ。これは2019年まで日本のストレングスコーチをしていたタイロントレーナーから教わったストレッチです。朝は結構股関節周りも固まっているので、こういうストレッチが僕には結構合っているなっていうふうに思います。若干眠気もありながらこういうふうに体を起こしていくっていう感じですね。このストレッチでお尻周りもしっかり緩めていきます。フラミンゴストレッチで前ももを伸ばしていきます。今でもどんなウォーミングアップでどんなストレッチがいいかっていうのは探し続けています。やっぱり朝は僕は結構動きづらくて脈も上がりにくいので、そこをどういう風により良くしていくかっていうのは常に探しています。特に股関節周りに力が入る入らないっていうのはスケートを滑る上では僕は結構大事にしていて、そこにいい刺激が入ったりとか、そこの動きがいいと結構自分のパフォーマンスが上がっているような感じがします。体質的な問題なのか、もっといいウォーミングアップがあるのかはちょっとわからないんですけど、若い頃からずっと朝の練習っていうのは本当に動きがあんまり良くなくて、午前中の後半とかだいたい後ろの方、後の方がすごいいい滑りができているなっていうイメージは昔からあります。結構温まってきたなって思ったらこういう風に少し速い動きを入れていきます。しっかりと神経を起こして朝から動けるようにっていう風に意識をしています。ここから本当にダッシュ系が入っていきます。割と短距離系があんまり得意ではないので、陸上からこういう風に動きを作っていくっていうことは試合が近づくにつれて行っています。
体が温まったら次はスケートの刺激を入れていきます。これはカナダ人で日本のコーチをしてくれていたジョナサン・ギルメットさんから教わったトレーニングです。これをすると結構体幹軸が安定して、僕はすごい僕には合ってるアップですね。そしてこういうアップが終わったら靴を履きます。基本的に僕は左足から履いて右足っていう風にしています。やっぱり大阪のチームの監督の練習は気合が入りますね。これだけのメンバーが揃ってると本当にレベルが高くて、毎日結構キツキツで練習していました。毎回毎回こういう風にタイムを狙ったトレーニングっていうわけではないんですけど、この日は結構タイムを狙ったトレーニングでした。練習が終わりました。いや、やっぱ合宿の中盤のブロックってことでめちゃくちゃきついです。まあでも今日の練習はそこそこ滑れたかなっていう感じがします。今日頑張って、午後頑張ってウェイトしたら明日の午前は休養なんで、今日10回を10回頑張りたいと思います。まあでもね、ここ頑張んないとまず試合でいい結果出せないっていうのも分かってるんで、まあ、なんとか乗り切りたいと思います。チームもね、今は他チームの人も参加してくれてて人数も多いんで、すごいハイレベルなトレーニングができてると思います。それじゃあちょっと有酸素ランニングしていきます。